突撃インタビュー第2弾。こんにちは、星川より役の柊木ひなたです。麦の港役、黒川宗也です。今日は永山瑛太さんにインタビューをしたいと思います。イエーイ。すいません。あ、どうも。突撃インタビュー第2弾ということで、インタビューをしてもいいですか？はい、よろしくお願いします。じゃあ役名と役柄を教えてください。5年2組担任の堀道俊を演じました、永山瑛太です。じゃあ撮影現場での思い出はありますか？撮影現場の思い出、ね、みんなでいろいろやってね、なんだろうね、卓球もしたよね、みんなでね。そうですね、あと、サツキューの時はメダルゲームもいっぱいね、やったしね、楽しかったな。撮影現場の思い出ね、いっぱいありすぎるわ、ね、でも、みんなとね、2人だけじゃなくても30人ぐらいね、みんないたしね、先生役としても、なんだろうな、あ、先生ってこういう感じなんだなっていうのを味わえたからね、すごい本当幸せだった。じゃあ怪物という作品に対する思い、思いはね、やっぱまあ初めて是枝監督と一緒にやって、で坂本雄二さんとは何本かやらせてもらったんだけど、でもまさかね、あのお二方がタッグを組まれて映画を撮るなんて思ってもいなかったから、そこに自分がキャスティングされることがね、本当に幸せだなって思っていて、そしてこんなに素晴らしい作品ができて、そして二人と出会えたことも宝物です。じゃ好きなシーン、好きなシーン、二人かな。湊とよりの二人かな、最初から最後まで。特にパッて今浮かんだのは、マンホール覗くところとか、あとは生まれ変わるっていう話を諏訪湖の湖畔の公園で2人で話し合うところ、あそこのやり取り、あと電車の上に乗っかって2人でのやり取り、そしてまあね、これネタバレになっちゃうかもしれないけど、最後の方の2人が、この映画の一番、素晴らしいところだと。じゃあ、レイタさんにとっての怪物を教えてください。怪物は、もういないんだけど、小学生ぐらいの時から夢の中でよく現れるんだけど、あと嫌なことを感じたりすると、ちっちゃい頃からこう頭の中に出てくるんだけど、すごい丸くてツルツルで硬いものが出てくる、それが怪物です。もう僕の中に怪物はいなくなりました。目はありますか？その球体にない、なんかただ丸くて硬くて怖い、真珠みたいな、そう、真珠みたいな感じなの。でもね、わからないですよ、何者か。もしかしたら俺は宇宙人なのかな。ちょっと、考えてみる、もう一回。ありがとうございました。ありがとうございました。